はい、こんばんは。パラエサラ福岡井出道場の井出です。キューピーです。そしてこんばんは、都市少年柔道会の西村です。はい、もう早速ちょっと6月18日のポスターと下にあるのがね、8月27日のポスターはできてます。はい、でもう18日はね、もう600人越してるので、うん、今もう、ホームページ見ると分かりますけど 94% 完了って書いてます。だからもういつシャットダウン締め切られてもおかしくない状態なので、締め切り、最終締め切りの6月1日は信用しないでください。はい、なるべく早くエントリー、もう出るつもりやった人はですね、なるべく早くエントリーしてください。体重とかあれはまだ変更できますんで、まずはエントリーが先だと思います。そしてもう次、もうその2ヶ月後には8月27日夏休み最後の日曜日にもうエントリー開始されております。こっちの1回目の締め切りが6月の9日か8日だと思うんで、こっちももうエントリーしとった方がいいかもしれないです。こっちはね、3回しか、締め切りがない。こっち4回あったんですけどね、こっち3回しかないので、はい、お早めによろしくお願いします。はい、そんな感じで大会告知は終わりましたけど、はい、今日はもう大人ね方たちで練習しました。まあ天気的にはね曇ったりで、まあ過ごしやすかったかなと思いますけど、どうですか柔道は。まあ、生徒募集中ですよね。後ろにありますもんね。ここに生徒募集中、心技体を鍛えながら柔道の楽しさ、厳しさを感じてほしいと思っていますって書いてます。お、すごい。体験入部は1ヶ月無料ですので、1ヶ月だけ入部して、やめてまた1ヶ月後に入部して、それをちょっと半年間はあれかもしれない、出入り禁止にならない限りは受け入れてくれると思いますので。そうですね、もうなかなかですね、なんか少年柔道がこう人数増えるとね、なんか充実の方にもねあれできるけど、やっぱその都市少年柔道歴史も古いし、まあ大会がね今年までなかったんで、来年ぐらいからね大会がゴールデンウィークに、ね、あるといいですよね。西日本大会、少年柔道大会ですかね。かなりの世の中に西日本柔道大会はいっぱいありますけどね。トスもあります。だから歴史が古いですもんね。そうです、うん、そう。だからもうここトスいい場所なので、はい、ぜひお近くの方は来てみてください。はい。はい、そして今度の日曜日はですね、まあいつも大会前にする3県合同練習会と、よくね少年柔道もやってるでしょ。大体3県っていうと佐賀と大分と福岡なんですよね。そしたらなんかうちも結局佐賀と大分と福岡にあるんですよ。はい。今宇佐から中津になりましたけど、だから中津、鳥栖、まあ、福岡ですね、中川本部の、そこを3つ でだけど場所は春日というね、そんな感じで28日、合同練習やります。で前半に少年少女のキッズの練習試合をしながらの隣で、まあ、合同練習、そしてそれが終わり次第、九州大学柔道部の高専柔道七定大の柔道を今度7月にあるんですけど、本番がその前の調整ということで15対15の、ね、団体戦をしようということで、はい、柔術家のブラジリアン柔術のオヤジリアンがね協力してくれまして、はい、15人揃えまして九州大学柔道部は大体現役レギュラーだと思います。はい、だからそこが面白い、どういうドラマが生まれるか、はい、それを見るだけでも、参加するのも楽しいし、見るのもかなりドラマが生まれるので面白いかと思います。これは九州では初の試みなので、ぜひご参加ご見学くださいっていう形で連絡ください。もしその合同練習、その九州大学柔道部には挑まんけど、充実の練習したいという方は来てください。3時から6時まで春日市総合スポーツセンターでやってます。リバーサルカップがやったところですね。はい、でそれが終わったらもう一気に6月になって、その九州国際柔術選手権6月18日に流れ込んでいきます。その前にうちはあれですね、2週間に1回ある井出支流クラス、はい、それも火曜日とかにやってますので、そっちのも興味がある方はご連絡ください。はい、お待ちしております。宣伝ばっかしになりましたけど、もう宣伝だらけですね。はい、
まあ、6月18日はね、もう600人オーバーなので、もう6面決定ですね。6面決定。うん。だからスタッフも募集中。あ、あと前夜に、土曜日に、ルールセミナー、うん、講習みたいのがあります。それを受けてくれると、あの、レフリーの、まあちょっと見習いというか、そういうテストも受けられて、OK なら正式にレフリーとして、あの、次回から、8月からね、ちゃんとギャラが発生するレフリーになれますので、もしよかったらチャレンジしてみてはいかがでしょうか。あの、紫曜日から受けれます。あの、講習ルールセミナーは白でも青ね、あの、青でも全然誰でも受けられます。ただレフリーのその見習いの試験が受けられるのは紫からですということです。どうぞ一度見習いを。受けましたよね、一回ね。いやいや、受けてない。まだ、まだ、はい。それは絶対受けないかんですね。じゃあ6時から、あの、木山総合体育館でありますので、陽介さんが大体してくれると思います。よろしくお願いします。ということで、いいですか、はい、はい。はい。じゃあ、鳥栖少年柔道部、あれパラエストラ、はい、福岡インデ道場、鳥栖生徒募集中、はい。はい。さよなら。どっちもやった方がいいよ。